近畿地方を縦断し、各地に被害をもたらした台風7号。一夜明けた今日、県内では彦根城の国の重要文化財、天秤櫓の壁が剥がれ落ちているのが見つかったほか、農作物への被害も確認されました。守山市の琵琶湖守山フルーツランドでは、台風の風の影響で栽培している梨およそ2000個が落下したほか、鳥や虫よけのネットも破れる被害に遭いました。紐とかでしっかり固定はさせてもらってたんですけれども、やっぱりこういうふうな感じで破れてしまいまして、ね、ずっとこの園地の向こう側100メートルくらい避けて状態になりましたね。早朝の見回りで見つけたということですが、中には今収穫のピークを迎えている香水などが含まれていたということです。日照りが長かったりしまして、ちょっといつもより例年よりだいぶ水の量とかを増やしたんですけれども、肥料なんかもちょっと例年と変えまして、有効成分の多いような肥料に変えさせてもらって、今年かなり収穫を楽しみにしてたんですけれども、ちょっとやっぱり台風で落ちてしまって、かなり残念な気持ちがいっぱいです。また彦根城でも台風による被害が見つかりました。国の重要文化財の天秤櫓の漆喰壁が縦 1.1 メートル、横 1.8 メートルにわたり剥がれ落ちているのが確認されたということです。世界中の専門家らが湖の環境保全などについて話し合う世界湖沼会議。今年は11月にハンガリーで開かれることになりました。現地での開催は5年ぶりです。世界湖沼会議は1984年に滋賀県から始まった国際会議です。おおむね2年ごとに開かれ、これまで11カ国で18回開催されています。2年前にメキシコで開かれた前回の会議は、コロナ禍でオンライン開催となりましたが、今回は今年11月7日から9日の3日間、ハンガリーで行われることになりました。ハンガリーにはバラトン湖という東西におよそ78キロメートルにわたり広がる中央ヨーロッパ最大の湖があります。今回の会議は去年国連環境総会で持続可能な湖沼管理に関する決議が採択されて以降初めての開催となることから、特に若者世代の意見交換や湖や沼の将来像に向けた提言が注目されます。ぜひその高校生交流なり、あるいはそのユースセッションなり、そういった若者の声を宣言、最終宣言の中に組み入れられないかなという形で取り組んでいきたいと思っております。なお今回の世界湖沼会議には県内の高校生もオンラインでの参加を予定しています。琵琶湖に飛来して冬を越す琥珀蝶の写真展が今草津市で開かれています。草津市の水生植物公園水の森で開かれているこの写真展は、環境ボランティア団体草津湖岸琥珀蝶を愛する会が毎年行っているものです。会場には冬に琵琶湖にやってきた琥珀蝶を中心にカワセミ、サギなどの野鳥の写真合わせて42点が展示されています。琥珀蝶は冬の間子育てをするために9月頃になるとロシアから琵琶湖にやってきますが、吉田の造成工事などで自然環境が変化し飛来数が減少してきているということです。しかし草津市の湖岸では昨年度は新たな家族も飛来するなどして135羽確認できたということです。やはり皆さん本当に優しい目でもって鳥たちを見守りながら撮っておりますので、これをですねお客様たちに感じていただいて、環境の大切さということもですね一緒に考えていただきたいと思います。この環境写真展琥珀蝶と仲間たちは草津市の水生植物公園水の森で今月20日日曜日まで開かれています。